草を決するは軍略である。時を超え国を超えた軍略自慢が集結し、虚虚実実の駆け引きを繰り広げる。敵はもちろん、味方すら出し抜く策略合戦。真の軍略家の称号は誰の手に。敵将はいずれも剣棒術数に長けている。おおおお、こわ。さてさて、どんな軍略を使ってくるのかの。剣を逆手に取り、死者を惑わす。私たちなら実現できます。兵法の神髄、今こそ披露しましょう。こうも早く城へ侵入してくるとは。さて、拷問も抜かせてもらいますよ。勝者を出せ。私が行かねえ。行きましょうか。月並みな手足が行かねえ。廃止時はいる。お二人さん、出番ですね。この闘争に勝利する。さすがは軍師、鍛錬の行き届いた軍よ。雪村、中央の守りをおことに任せる。必ずや守り抜いていきます。勝者、ま、次のを出せば済むはずだ。この者がいる限り。大事な勝者なんだね。嫌味に触られる。芝居の仕事は何か狙っているはずです。命を出しデップしなら人間子より無駄だ。それはどうだ。二倍さん、あっちは何か人間に任せます。剣心公の犬間に戦線を押し上げる。姿を消したな、貴様。どこから出るやら。わしならあそこから本陣を狙う。
先回りして火花をくじいちゃおうか。剣心に左近、うまく敵を翻弄したものだ。だがそれも荒木先を成すためのおとりに過ぎん。今こそ攻めよ。おい、潰し飲み込むのだ。やはり来ましたね。すべては計算通りです。さすがというほかない。ですが、これほど敵が多くては長くは待ちません。数が多いほど動揺が広がるのも早いもんじゃい。船を燃やしちゃおうか。私もそれを考えている。主席、いつで船に火を放て。
こう。船からは敵が飛び出してくる。そこを撃たぬ手はありません。これはこれは名軍師孔明殿、かなわんのここからが勝負よ。ダメだ、これ以上は持たない。
は整います。必勝の軍略披露しちゃおうかね。火を放て。波のショーではまねし、芝居なら必ず。今こそお前の出番だ。敵船団に火をかけよ。よっしゃ、旅に燃やしてやるぜ。その際を失うのは惜しい。やむを得ません。さて仕上げといっちゃおうかね。ご詰めの部隊敵を吸収しなさい。敵将芝居を見事でしたよ。途中まではこれ諸葛亮まだ終わってはいないぞ。敵将討ち取った。皆の知恵を吸収していた将だ。見事でした諸葛亮。次に戦勝で大軍の時は手加減なしだ。大奥はせっせと軍略を磨かねばの。